石川啄木のふるさと渋民村への思いを短歌よりひも解くシリーズ後編です。今回は啄木の東京での様子、節子との結婚、借金苦、ふるさと渋民村をなぜ追われたのか、その理由を短歌とともに詳しく見ていきたいと思います。意気揚々と上京した啄木は中学の先輩を頼り、下宿などの口を聞いてもらいます。そして新使者の与謝野鉄幹晶子夫妻を訪問します。明星のそうそうたるメンバーとも交流を持ち、課題に乗り出そうとします。しかし初めての都会での生活は、持参した金もあっという間に底をつき、雑誌社などへの就職活動もうまくいかず、下宿や友人宅を転々とします。やがて啄木は病の身となり、その窮状に父一定が上京し、4ヶ月余りで郷里に連れ戻されてしまいました。失意の帰郷となりました。故郷で病を癒し、恋人節子と共にワグナーやアメリカの師に接して、次第に啄木は復活していきます。節子と婚約し、念願の処女詩集刊行の夢を持って明治37年に再度上京しました。高等小学校時代の同級生小田島新平やその兄の嘉平正造の援助もあり、小田島書房より苦労の末念願の処女詩集憧れが刊行されました。上田敏が助詞を、与謝野鉄幹が抜文を書き、77編の詩を収め評判となりました。これによって明星派詩人としての名声は高まります。しかし上京中の啄木に秘報が届きます。父石川一定が修費滞納のため宝徳寺住職を罷免されてしまったのです。我が父は60にして家を出、子孫のもとに弔問ぞする。驚いた啄木はすぐに東京で曹洞宗の宗務局を訪れ、許してもらえるよう恩赦を願い出ます。そして帰る家をなくした啄木は渋民村の寺を追い出され、盛岡に移住した両親のもとに戻ります。やがて節子と結婚、ひたすら父の恩赦の日を待ちました。それまで父の経済力を当てに暮らしてきた啄木は実家をなくし、定職もなく、文学の道もこれからという時に、急に家族の生活を父に代わり支えなければならなくなったのです。啄木の運命が大きく変わった瞬間です。中津川や月にかじかの泣く夜なり、鈴鹿で追いぬ夢見る人と。かじかとはカエルのことです。夢見る人とは、啄木は妻節子のことを、節子は啄木のことを思っての歌です。二人は相思相愛でした。啄木は盛岡の中津川にほど近い場所に家を借り、7年越しの恋を実らせ結婚します。啄木20歳の時です。明治の時代に恋愛で結ばれることは珍しいことでした。節子は岩手県の女子教育の先駆けとして開校された盛岡女学校を卒業しました。音楽に熱中し、歌も読み、文学をたしなむ女性でした。二人の間で交わされた手紙は百数十通にも上り、啄木は大切に持っていました。後の日記に、我が初恋、一生に一度の恋の生ける物語で、実に人に聞かしたら立派な一つの小説であろう、また結婚は恋の墓なりと人は言う、言う人には言わしておこう、しかし我らはかつて恋人であった、そして今も恋人である、この恋は死ぬる日までとも言っています。しかしこの新居で友人たちによって虚構された石川堀合両家の結婚式に啄木は現れませんでした。なぜ啄木は自分の結婚式を欠席したのでしょうか。周りからは花婿のいない結婚式と非難され、両家の親たちの狼狽ぶりは大変なものでした。彼の心中は察するしかありませんが、父親の住職罷免事件のことがあり、式を挙げる心の状態ではなかったことは確かです。仲人にもこの件のことは伏せてあったため、仲人から絶交を宣言されてしまいました。それでも節子は、我はあくまで愛の永遠性なるということを信じたく候と述べています。この時啄木は仙台にいました。
そして数日後、卓木は戻ってきて、両親と妹みつ子、新婚夫婦が一つ屋根の下で暮らし始めます。やがて盛岡の卓木の家は文学好きの友人、知人が出入りするサロンのようになっていきました。そして文芸雑誌、小天地を創刊することになります。寄稿者には与謝野鉄幹、岩野芳明、幼い薫、政宗白鳥などの著名人が並んでいます。卓木も大変な力の入れようでした。こうして卓木の文学人生を託した雑誌でしたが、結局100部も売れず失敗、1号だけの雑誌に終わってしまいました。やわらかに柳青める北上の岸辺目に見ゆ泣けとごとくに。盛岡河原町に住んだ9ヶ月間に卓木の借金は288円にもなりました。明治時代の1円は今のお金に換算すると2万円になります。つまり卓木は約600万円近い借金があったことになります。窮地に立たされた卓木は渋民村に母と妻を伴って帰ります。父は師匠がいる青森県野辺地の上高寺へ、妹みつ子は盛岡女学校の女性教師の家に下宿させることになりました。昇進の卓木を故郷の自然は今度も優しく迎えてくれたのでした。渋民村に戻るにあたり、卓木は節子の父の中曹に小学校の代用教員の仕事に就けるよう頼みました。中曹は岩手軍役所で平時主任兼学事係の地位にありました。節子の父はもともとこの結婚に反対で、卓木とは折り合いが悪く、ほとんど口を聞いていなかったそうですが、娘のために就職の口利きをしました。そして卓木には気づかれないように節子にお金の援助もしていたようです。その神の神道の名の悲しさよ、ふるさとに来て泣くはそのこと。ふるさとの土を我が踏めば何がなしに、足軽くなり心おもれり。そのなさえ忘られし頃標然と、ふるさとに来て関せし男。明治39年、月給8円の代用教員として再び卓木は故郷の土を踏みました。しかしそこは父親が宝徳寺を追放された村でした。自分がかつて神道と呼ばれていた村でした。卓木は将来を期待され中学に進学するも中退。今度は文学の道に生きると大きなことを言ってみたものの、結局失敗してしまいました。借金だけを残しての帰郷でした。故郷の人々から白い目で見られ、哀れみの中で生活することを意味していました。自尊心が高い卓木が元自分が住んでいた寺を目の前にしながら、古びた農家に曲がりし、詫び住まいをしなければならない状況となったのです。卓木の気持ちは重苦しいものだったに違いありません。当時の日記には、故郷の自然は常に我が親友である、しかし故郷の人間は常に世の敵であると書いています。渋民村は卓木にとっては幼い頃に遊んだ山があり川があり、敵といっても幼馴染や知人もいました。幸せな幼年期を過ごした記憶の残る卓木には特別な場所でした。人生の出直しを考えていたのかもしれません。日記には新生涯はこの日から始まると書いています。ここは石川卓木記念館に築された渋民尋常小学校です。自分も通った小学校で、彼は小生はけだし日本一の代用教員ならん、私は日本一の代用教員になろうと自負し、熱心に教育に取り組みました。英語の授業を担当したり、国語の綴り方などの作文指導や、自宅を開放して朝読み学習もしました。またオルガンを弾いては子どもたちと一緒に歌ったりしました。卓木はこの時の体験をもとに、雲は天才であるという小説を書いています。渋民村にいる間、卓木に第一子となる京子が生まれます。節子は、私は君を夫とせしゆえに幸福なりと信じ、かつ喜びを理想ろうと言い、赤子を見た卓木は、
食らいつきたいほどかわいいとはこのことであろう。食べちゃいたいほどかわいいとはこのことだ、と言い、幸福なひとときを過ごしました。田久保親子が渋民村に帰って間もなく、不幸続きの一家に朗報が届きます。父に対し、曹洞宗宗務院より、赦免が出たのです。懲戒が解かれ、住職復帰の道が開けました。しかし、寺の大務住職となっていた中村義官も、後目願いを出していて、檀家は二派に分かれて対立、村全体の騒動に発展しました。田久保も当時の日記の中でこのことに触れ、父が帰ってきて、宝徳寺再任の問題が起こるに及んで、我が一家に対する陰謀がますます盛んになった。いかにして我が一家を旅門の外に追い出そうとするのが、彼ら必須の目的であった、と書いています。田久保を助ける勢力もありました。日記ではユーモアも交えて、我が党の師は武道の武田久之助、沼田清民が軍略家兼先鋒、この村第一の作詞で戦士、畠山徹は役場の助役という地位にいて、種々の競輪を単勝な体育から出すという頼もしい3人を紹介し、つまり世を中心とした問題が宗教、政治、教育の3方面に火の手を挙げて渋民村を黒煙に包んでしまった。この戦争は19世紀の初のフランス国王党と革命党との戦争そのままである、と書いています。自分が盛岡の新聞と数年来ある関係を持っていることや、軍役所や県庁に友人や親戚のあることから、容易には手出しができまいと、最初はこの戦いを楽しんでいた田久保でした。しかし状況は好転せず、村内の有力者の勢力争いや田久保の小学校追い出し工作と、小さな村は大騒ぎになりました。父一定は滞納していた収費が結局納められないことや、そうした村の空気に耐えられなくなり、ついに宝徳寺に戻ることを諦めて、明治40年3月5日未明、家族に無断で家出をしてしまいました。田久保の忍耐も限界に達し、反一定派の檀家を支持していた遠藤校長の排斥のストライキを先導して、田久保はとうとう免職となってしまいました。こうして1年にわたって続けられた宝徳寺復帰運動も、根強い反対と父の家出という結末で終わりを迎えました。石をもて、追われるごとくふるさとを、いでし悲しみ、きゆるときなし。一家の宝徳寺復帰を唯一の念願として、貧しい大王教員生活に耐えてきた田久保にとって、この事実は屈辱と絶望でしかありませんでした。石を投げつけられて、追われるかのようにして、無念にも村を去ることになった田久保は、母を渋民村の知人宅へ、妻子は盛岡の実家へ預け、一家を離散し、妹を連れて新天地北海道へと向かいました。この日の日記に、あるいはこれこの美しき故郷と、永遠の別れにあらじかとの念は、ひしひしと世が心をまいて、静けくのどけき駅の春、日は暖かけれど、世は骨の糸寒きを覚えたり、とあります。これが故郷との別れとなることを田久保は予感していたのでした。ふるさとの鉛懐かし停車場の人混みの中にそう聞きに行く。後に再び東京で暮らすようになった時、上野駅に懐かしいふるさとの鉛を聞きに行く田久保の姿がありました。故郷から遠く離れた都会での生活の中で、ふと寂しくなる田久保がいました。田久保は故郷を出て以来、二度と渋民村の土を踏むこともありませんでした。明治41年、北海道から上京する時も、わざわざ函館からカイロで上京し、故郷を汽車で通ることを避けました。私はいよいよ上京することになった。函館から青森へ渡って上京するには、どうしても私の故郷をよぎらねばならぬ。その故郷を二度帰っていけぬような騒ぎを起こして飛び出してから、その時まだ1年しか経っていなかった。
それに私自身がそうした惨めな漂白者であってみれば、一木一草にも思い出のあるところを汽車の窓から見るだけでも、私には耐えられぬことのように思われた。それで私は函館から横浜まで回路を取ることにした。惨めな漂白者と卓木は自分を蔑みます。卓木は生涯故郷を失った悲しみと故郷への愛着を忘れることはできませんでした。死郷の歌は切羽詰まった魂の叫びだったのでしょう。病のごと死郷の心湧くひなり、目に青空の煙悲しも。病気のように故郷を思い慕う心が湧く日である。目に映る青空の煙が心に染みて悲しいことよ、と卓木は歌います。これは東京本郷時代の短歌です。病のようにふるさとを慕う郷愁の思いは卓木の心をいつも支配していました。かにかくに渋民村は恋しかり、思い出の山、思い出の川。ふるさとを入れていつとせ病を得て、かの閑古鳥を夢に聞けるかな。ふるさとの山に向かいて言うことなし、ふるさとの山はありがたきかな。故郷を失った悲しみは計り知れません。少年時代を両親のもとで何不自由なく暮らし、神童と歌われ、プライドが高く文学青年として生きることを考えていた卓木にとって、それは大きな挫折でした。結婚もしてこれからという時に故郷を追われ、収入もなくなり、妻子を抱え一家離散を経験します。ロマン主義の明星派詩人として出発した卓木でしたが、貧困生活を送り病に侵され、心に大きな穴が開いてしまった卓木は、社会の底辺の人々にスポットを当て、生活短歌を歌うようになり、作風も変化していきます。やがて光徳秋水の事件に興味を持ち、社会主義にも関心を示します。今日もまた胸に痛みあり、死ぬならばふるさとに行きて死なんと思う。卓木が亡くなる1年前、病床に伏していた卓木を妹光子が見舞った時のことです。話が渋民のことになると、卓木はボロボロと涙を流しながら、もう故郷のことを話すのはよそう、たまらなくなる、でも死ぬ時は渋民へ行って死にたい、あの村でイチゴを作って食べたい、と話していたそうです。卓木は、東京は決して世のごとき人間の生活に適したところではない、本を多く読む便利の多いほかに何も利益はない、精神の死ぬ墓は常に都会だ、とも言っています。その東京の片隅で卓木の命は尽きようとしていました。卓木は渋民村では死ぬことがかなわず、26歳と2ヶ月という若さで妻節子、父一定、友人和歌山牧水に見取られて東京で亡くなります。死因は肺結核でした。そして一族の墓は北海道函館の立ち岬にあります。異郷の地で眠る卓木、最後まで心と肉体は離れたままでした。貧困と漂白と病に侵された壮絶な人生でした。才能にあふれ傑出した歌人でしたが、その性格から周囲とぶつかることも多かった卓木、多くの人に迷惑をかけながらも精一杯生きていきました。若さゆえの後先考えない行動も卓木の魅力なのかもしれません。そんな彼の歌には、どこか満たされないふるさとへの深い慈しみと悲しみがいつまでも漂っているのです。今回は歌人石川卓木の望郷の歌、死郷の歌を、彼がなぜふるさとを追われることになったのか、その経緯も含めて前後編にわたって見てきました。いかがだったでしょうか。次回もお楽しみに。